はい、メインイベント 3AA 世界シングル選手権試合、まずは赤コーナーチャンピオンアジャコング選手ですが、今日は3度目の防衛戦、正月にね堀田選手とは、やって不覚を取ったという形がちょっとありますが、今日はどうでしょう。そんな昔のことは忘れた。これ3度目の防衛戦、去年はダイナマイト関西選手とこうベストバウトを取った試合で、まあ工藤選手となかなか感動的な試合がありましたが、今日の防衛戦どんな試合になりそうですか。いい試合なんかしない、潰すだけ。堀田選手の印象、最近の具合どう思いますか。別に、なかなか今日は気合いの入った怖いアジャコング選手が見られそうです。そしてこちら青コーナーはチャレンジャーの堀田由美子選手です。ついに大一番やってきましたが、今の気持ちどうでしょうか。はい、昨年の3月関西戦をはじめカンドリとも戦いました。結果は負けたんですけど、自分に自信がつきました。そして今年1月3日アジャにも勝ちました。それでますます自分に自信がつきました。もう怖いものはありません。もう今日の試合は本当にベルトを取るつもりで思いっきりいきます。はい、やはり赤いベルトって念願だと思うんですが、堀田選手はシングルのベルトっていうのはね、まだ手にしたことなくて、今日はなんか一つやってくれそうな期待がありますが、ズバリやってくれますよね。そうですね、もうこの機会を逃すことはできません。はい、決意を固くしたところで、堀田由美子選手チャレンジャーいざ出陣です。試合に先立ちまして、選手権保持者アジャコング選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。取れると思うなら取ってみろ、こら。本日のメインイベント 3AA 世界シングル選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者180パンス堀田由美子。赤コーナー選手権保持者230パンス、アジャコング。レフリー村山大地。さあ、大田区王者伝説94、いよいよファイナルを迎えます。 3AA 世界シングル選手権試合60分一本勝負、選手権者アジャコング対挑戦者堀田由美子のシングルマッチです。いよいよやってまいりました。リング上ご覧のように両者ともシンクのコスチューム。いやー、まずは張り手張り手、そしてパンチパンチ、顔面にハイテンションです。試合開始早々からハイテンションになってきました。小手だ、小手か、あるいは突っ張りか。レフリーガイド入ってますけど、いや、間に入った村山大地まで、もいや、これハイテンションですね。いや、このままでは危ないと判断。ラケン、もう出ましたね。早くも一発ここで出しましたが、おっと、顔面にキック。堀田由美子のお株を奪う顔面へのデンジャラスキック。あと、いきなり場外だ、いきなり場外。さあ、アジャの心中はいかに。今日はね、試合も直前までかなりこうヒートアップしていたアジャコングですが、あ、本部席、本部席、いきなり行った。あ、いきなり本部席、
机折れた、折れましたね、完全に真っ二つでしょう。いきなり来ましたよ、アジャコングデンジャラスパイルドライバー。やばちょっと今日のアジャどっか行っちゃってますね。なんかもういや、そして休む間もなくリング内、割とアジャコングも割と何でもできる方ですけども、今日はこのスタイルなんじゃないですか。いや、それにしてもなんか怒ってますね今日本当に。でもいつもよりはアジャコングやりづらいと思いますよ。そうですか、はい、というとどのあたりが、体重がある選手だから堀田は、はい、相手がね、はい、どっちかというと軽い選手の方が、はい、自分やる分にはすごいやりやすくて、相手の方にスタミナは全部、そうですよね、はい、うん、まあ、それにしても堀田のこの体格も見事なもんですよね、はい、ここへ来てまた。でも黙ってないですよね。堀田もいよいよこれまではなすすべがなかった堀田ですが、裏剣、あ、裏剣ガードしましたよ。パンチいった、カットしましたね今ね。来る、もう殴り合い殴り合い、まるで北斗対カンドリを見ているような翔平。ああ怒った、堀田翔平か、顎の先端顔面顔面、恐ろしい試合になった。アジャコング1カウンギザ顔面、これどっちですか、ちげてません、どっちかが、ああエルボー、完全にストリートファイトになった。おお、アジャが口切れてますね、口切れてますね今ね、はい、唾吐いた時真っ赤だった、ね、ああ折れたんじゃないですかこれ。これはすごい、すごい試合になりましたね、もう両者感情むき出しですよ。やはり先日の後楽園ホールで、どっちですか、血すごい出てますけど、すごいですね、まあ、後楽園ホールでアジャの口ですかね、あ、堀田の手も切れてるんじゃないですか、小指の、あ、手がすごい、手がすごいですよね、小指のあたり切れてますね、切れてますね、予期せぬ流血戦になった 3AA シングルマッチ。指の間ですか、指の間だと思いますかね、よもやの流血戦どうですか、アジャ対堀田という組み合わせでこんな壮絶な、やはり打撃戦じゃないですか、こんな試合になるとは、あ、もう技も減ったくらいもないですねこれ。やはりアジャが堀田にピラミッドドライバー、うん、完全にホールを取られたのがね、かなり本人のプライド傷つけたようですけれども、ま、どっちが一番2人の間で、ね、どっちが一番タフかっていうのを比べ合ってるっていうか、はい、だからなおさら顔を当てにくるしね、あーすごい、あーすごい、あーちょっとすごい、何かこう見ているだけでも目を追いたくなるようなシーンだ、あー顔面、これダウン取った方がいいですよ、あーダウン取った方がいいですか、完全にノックアウンか、堀田軽いステップワークを踏む堀田が、危ない危ない、もうやめてくれと言いたいが危ない、あ前から来て後ろから来ますね、アジャコング危うし、容赦ない顔面へのキック、堀田恐るべし、まあ、この今日はまだ技という技というのはこのパイルドライバーしか見てないですけどね、両者とも、うん、技とかあんまり関係ないんじゃないですか、関係ないですよねこの試合ね、どっちが打ち勝つかじゃないですか、あすごい、両者とも、あーホールに行かせませんよアジャは、うん、それでもレスリングやってますよ ねホッタ、手の甲がバックスピークマス、すごいです、手の甲、はい、先ほどの場外戦すごいですよ、結構斜めに
グローブとかそういうので切ったんですけど、そうですね、で、あとは口が切れてるから2人して流血戦になったとか、テーブルとかでも切れますしね、障害戦で多分切ってしまったりとか、石のやっぱ角とか、あ、本当はそういう時血が出やすいところだから止まらないですね。あっと、そのノーガードのとこ振ってやってました、手を押さえといて顔に行きますね、ガードできないようにして、こんなのありかという、でもレフリーもダウンカウントとか取った方がいいですよ、これ危険ですよね、だってノックアウトってありですよやっぱり。いやよもやの喧嘩マッチになった 3W、 あー円髄蹴り、喧嘩マッチっていうよりもこれは格闘技戦っぽいんじゃないですか、うん、さあ円髄蹴りからダイビングにいるキック、今ドンピシャでしたね、ドンピシャでしたよね、側頭部、あカウント2も入れさせませんよ、あなたよっぽどあの 1.3 後楽園ホールでのホール、うん、また答えているのかアジャコング、こんな戦い方できるかっていうような、うん、まあいつもですとひょうひょうとこのリング前、あの試合前の挨拶なんかはねこう語っていくアジャなんですけれども、今日はもうでも面白いですね、あらわにしてましたからね、だからアジャって割と百面相みたいなのがあるんじゃないですか、うんうん、今日のアジャはいつものアジャとはちょっと違います、これがアジャじゃないですか、ね、ちょっとね近寄りがたいようなね、鬼気迫る雰囲気、今まではこのどちらかというと 3W のもうね、どっかりとこう腰を据えつけてね、どっからでもかかってきなさいよというそういうスタンスでいたわけですけれども、よもやの3カウントを聞いた 1.3 後楽園ホール、ちょっとアジャの形相が変わってきました。94年、さあその完全無欠アジャのこの 3AA のタイトルを奪うのはこの堀田由美子なのか、すごいですね、血が、うん、すごい容赦ない背中への蹴り、いやリング上は両者のコスチューム、そして両者から滴り落ちる鮮血でまさに真っ赤です、真っ赤に燃えている、そんな感じがいたします。今日のメインイベント、リング中央でドラゴンスリーパーはアジャコング、ここまでスタミナの消耗度はどうか、アジャこれ顔腫れてるような感じしますね、顔面かなりキックもらってますんで、あと小手たくさんもらいましたか、はい、目の周りとか腫れたらちょっとね、ちょっと見えなくなってきちゃうんじゃないですか、いやいやだー、ちょっとこの折ったの血がすごいですね、止まんないんですね、かえって体が温まっちゃってるから動いてるし、はい、壮絶な、でもこんだけすごいと多分縫わないと、あ、ほんとだ、うわ、堀田の左手、指とか切れるとこうやって腕上げてなさいって言うじゃないですか、すごいです、ボタボタ、堀田の左手、壮絶な血が滴り落ちています、そしてその血がキャンバスにポタリポタリと落ちていき、あ、どうやらアジャが自分のペースに持っていこうかという、すごいボタボタ、スタイナースマジのバリのクラッシュだ、あんなに重い堀田をって感じですよね、赤コーナー釘付けの堀田、たっぷり助走をつけて、リングずれた、リングがまたしてもずれましたよ、見ました、今アジャが体当たりした瞬間に手の血がバーってこんなについたんですよ、ちょっとあんまり出血量が多いとね、これはまあレフリーストップということもね考えられますから、そのあたりが心配なんですけれども、あ、いや非常なまでにその傷を
傷口を広げていこうというのがアジャコング。んー、ちょっと見ていられない、ちょっと見ていられない。いやー、非常なまでのアジャの攻め。堀田の左手をむしり取った。いやー、堀田これは、いやー、何かこのシーク対テリーファンク見てるみたいな、ブッチャー対テリーファンク見てるみたいな。タイム入れましたよ。まあこれはね、アクシデントですからね。血の量がすごすぎますから。今ドクターが入って傷口を見ます。あ、これはちょっと血を一時的にでも止めないと危険な状態でしょう。あ、やっぱりバンテージでずっと止めるしかないですね。あ、応急措置を取っていますが、うわ、すごいです、ばっくり。もう親指くっつけてます、本人が。ああ、バンデージを、あ、堀田が怒る怒る。ああ、応急措置をしたバンデージを自ら、ね、ああ、しかしこれ危険ですよね。いや、熱くなるのは分かるんですけれども、アジャの挑発に乗ってはいけない。堀田限界までやるつもりですね、2人。なんかもう手がむくんできてますからね。ものすごい喧嘩マッチ。いやー、その痛々しい左手を自ら差し出していった堀田。ちょっと見ていられない。あ、これは痛い。場内からはブーイング。いやー、これは痛々しい。まるであのテディファンクとブッチャーのフォーク攻撃で滴り落ちる血を見るような。すごい、すごい新案が、すごい光景が今リング上で繰り広げられています。あー、じゃあもうそこまでやるかというね。いやー、勝負の世界はそこまでしても勝負に徹するか。やはり厳しい 3WA のタイトル。熾烈な試合になってきました。まさに血塗られたタイトルマッチとなってしまいました、今日のメインイベント 3WA 世界シングルマッチ。挑戦者堀田恵美子、思わぬアクシデントに苦境に立たれているが、今度はまた傷口を開いている。モンドに打って、いや、危ない危ない、村山大地が止めるが、いやー、これは熱くなってますよ、アジャ。あ、これは反則取られますよ。あー、危ない危ない、あー、危ない。いやー、レフリーもね、これやめさせないとどうでしょう。大事にも至りかねます、この堀田の出血。まあ、痛めているところをね、非常にも攻めていく、これはまあレスラーとしては勝負に徹するものの、あ、傷口に噛みついていったアジャコング。すごい、15分経過、15分経過。あ、これは何、カリビアンスプラッシュに持っていきたかったんですけどもね。あ、まだ頑張りますよ、堀田。蹴りを一発入れた。え、行くんですか、行きますかね。あ、腕を固めている、腕を固めている、カリビアンスプラッシュ。体重がありますが投げ入れた、カリビアンスプラッシュ。高角度アジャコング100キロを超す体重が上がった。執念としか言いようがありません。回転がね、小さかった分頭から落っこってきましたね。さあ、殺人フルコースか、未だ勝って破られていないピラミッドドライバー。しかし、
すごいキック、アジャコングがモンドに打った。あ、今アジャ顔面から血が出ましたか。あ、そしてニールキック、アジャの顔がむくんできた。カウント2、今軽く脳震盪起こしてるんじゃないですかね。今日の持ったの蹴りは本当的確に決まってますね。すごいです。あ、ピラミッドドライバー、この技で、この技で1月3日後楽園ホール、アジャコングから渾身のフォールを奪っている。あ、水車の勝ち。カウント、ちょっと言葉を失っている南選手ですが、どうですか終盤。いや、なんとも言えないです。私は本当に勝ってもらいたいんですけど。ああ、堀田出血をしてトップロープ最上段から。いや、アジャもね、よく見てますね、うん、一発目は決まったんですけど、二発目はもらえません ね。高角のバックロップ、この技にはアジャ自信持ってますからね。へそ投げバックドアップ、カウント2。熱戦というか死闘ですよね、もう本当に死闘、決闘。あー、おー、すごい。いや、平手って感じですね、本当すごい。北斗、タンドリ戦をも超えるかのような死闘、そして決闘になっています。カウント、終わりなき戦いになってきたのか、うん、それでも叩きのめすっていうよりは最初はそうだったんだけど、やっぱりフォールを取る大技になってきましたよね、展開が。あれ、起きて破りのピラミッドドライバーか。ああ、そして起きて破りの裏剣気味に、裏剣じゃないですよ、裏剣エルボーみたいな感じですよ、はい、今のはすごかった。後楽園ホールでもこの技でなんか裏の裏って感じですね、裏のエルボーで勝つのを見出して、ピラミッドドライバーを持ち上げたが、そのまま対応を見せていった。ダブルノックアウト状態、ダブルノックダウン状態、壮絶極まりない、壮絶を極める決闘になってまいりました。場内は圧倒的にホッタコール優勢か、ホッタコールに後押しで走った。ラッキー、あそこから来た、ノーガードモノに食ってしまった裏剣。また少し出てきましたね、血が。いやまずいぞまずいぞ、これは水車落とし、水車落としか、裏剣だ。イッグドドラック、この技で 3WA を防衛してきた。ダブルアームの回、何をやるんだ、何を、水車落とし、この技でダイナマイト関西を破っているアジャコング。でも壮絶な試合だったですね。最後は19分43秒、20分近い死闘のフィリオドは水車落としからすかさずファックユーのねポーズをしたアジャコング、すごいですね。いや、ちょっと今試合後も近寄りがたいような、そんな雰囲気を醸し出しているアジャコング、マイクを握った。本当おめでとう、笑顔のお金見てんだろ。ああ、出てきました、青コーナー花道からゆっくりと奥田明。一体この前場マットどういう図式になっていくのか、94年は。お前らアリーナでカンドリー特務とかなんとか騒いでるらしいけどな、誰と雲が勝ってたけどな、その相手にこのアジャコングを忘れるなよ。お前の相手すんのはこのアジャコングしかねえんだよ。
今ゆっくりと北斗晶が控室に戻っていきました。今のマイクアピールですけれども、南さん、はい、アジャの言葉がちょっと辛辣だったんじゃないですか。そうですね、真剣に真剣にこんなことぞって言われちゃったんですよ。言われちゃいました、こんな人いますよ、はい、いやいや、このままちょっと黙って引き下がるわけにはいかないでしょう。ホッタがちょっと行ったのにはちょっと気になるんですけど、ホッタが、お、どうしたんでしょう、どうしたんでしょう。今ホッタが北斗を共にと言ってるんですよね。あ、北斗とホッタが来たんですね。ホッタ、タドリがホッタだ、あたしのことホッタだ。今のはこれはホッタ、ホッタ組みたい、アジャブル、アジャブル、アジャブル、いやいやいや、まあ今認定者呼ばれてるからちょっと場内騒然としてやまない、この大田区大会全員が総立ちの状態ですけれども、そうですね、アジャも結構ダメージ多いです ね、 多いですね、顔がむくれてますよ。それに今 歯気にしてみましたから。あ、そうですか、ね、いやこの試合を見る限りでは次のその それにね、北斗選手が、はい、現れたんで、はい、ホッタのところにみんな目がいかなかったけど、はい、ホッタすごかったですよ。そうですね、すごい試合だったんですよ。これもうちょっと強く出てもいいですね、強く出てもいいと思いますよ、うん、まだまだいけますよ、ホッタは。だってちょっと限界以上に戦ってるでしょ、うん、優しいんですよ、そうでしょうね、ここ一番で怒ってくれればすごい選手だと思うんですけど、いや今日でも試合はかなり怒ったんですけど、そうですね、あ、まあ、最後はね、すごい試合だったんですよ、これ。なんか今ゆっくりと、私はこの近場で解説やってよかったと思いますよ、はい、いやいや、でもちょっと60年組